どん。Hey guys, my name is Wasamon. Nice to meet you. 改めまして、推しがすぐ死ぬ男Wasamonです。よろしくお願いします。毎日 YouTube にアニメリアクション動画を出しておりますので、もしよろしければ、高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。さあ、今回見ていくのは、王様ランキング第11話、兄と弟です。多分、ボッジとダイダのことなんじゃないかな。デスパーとデスハーのことなんかじゃないでしょ。他にいたっけな、わかんないけど、まあ多分ボッジとダイダのことなんだろうなって感じで、前回のおさらい第11話です。前回のおさらい第10話、細い剣でした。ボッジの武器がで、なんか何あのなんて言えばいいかわかんないけど、その相手がこっちに向かってくる力で、まあそれを利用してね、こうカウンターじゃないな、あれなんて言えばいいかわかんないけど、なんか合気道じゃねえや、なんかそういうのあるじゃん、古武術じゃねえや、なんだっけ、なんかあるじゃん、相手がやってこっちに向かってくる力に対して、まあこっちはあまり動かず、まあその相手が向かってくる力がねあるから、こう当たると、まあそれだけでも十分なダメージは与えられるっていう感じですね。でそこでまああれなんじゃない、個人的にやっぱすげえなーと思ったのが、そのデスパーがそのわざと自分がやられてボッジをこう活躍できるように、そしてその活躍した時に、あ僕は実際に戦えるんだっていうね、成功体験って、まあ、あの精神科では言ってるんですけど、そういうのを持たせんのがすげえうめえなーっていうのは思いましたね。デスパーのやり方、やり方っていうか、その修行っていうか、まあ、実践形式っていう形かな、それがすごい良かったなと思います。でね、あれだね、なんか信じる勇気を持つっていうことで、一旦国に戻るのかな、王国に戻るっぽい感じはしてましたね。でなんか前半じゃねえや、前回のケツの方でなんか誰かが分かんないけど、なんか地下でなんかこうやって食べてても意味が分かんなかったから、もう早速見ていきたいと思います。もしこの動画が面白かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そして、ツイッターもやっておりますので、ツイッターのフォローもお待ちしております。よろしくお願いします。いやーもうなんこの作品は。だからあれでしょ、ボッジが王様になればいいんでしょ、そういう簡単な話じゃないかな。ランキングだもん。それでは Amazon プライムで、あれ Amazon プライムで再生していきます。 3,2,1 スタート。1秒早いかも。多分ここで意味合いを履き違えたんじゃねえんか。え、もうこの時からいたの？鏡。だからヒリングはそういう意味では言ってなかったんだよな。お兄ちゃんと一緒になんかこう国のことをやっていこうねぐらいの意味合いだったんだけど、まあでもあの年には難しいような、それをどう説明するかが。それは俺の方が動けるし、俺の方が強いし、かっこいいしみたいな風になってきて、お兄ちゃん
あいつ何もできねえだろみたいなところからだよね。いやー難しいよ。あれぐらいの年頃にさ、それをどう説明するかってさ、そういうふうになるよな。守れって言われたら、ああそうか、じゃあ俺の方が強いっていうふうに受け取ることもできるしな。呪術廻戦のオープニングとエンディングも歌ってたね、キングヌー。素敵さ。さあ今回でどこまで進むか。本編開始。第11話、兄と弟。まだ難しいよな。目が見えてない。そうなんだよ。考えが幼いんだよな、やっぱまだ。誰？予定がない。笑ってる？なんで？さあ、どっちの言葉をどういうふうに解釈するか。
顔が見にくいとかそういうことかな。ほら、目とか、ほら、ほら、それがダメなんだよ。やけどとかかな。怪我とか病気とかなんだろう、多分顔が。おや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 、どうする、どうする。そうするか。表面だけ見ると今人殺しかばってんぞお前。ミランジョ。ミランジョが。わわわわわわ。おやおや。どこ行く？なんでミランジュの魂みたいなやつが今こっちにあんの？鏡の方にあんじゃないの？ほう。ですが。てることに関しては何も言わない。刺繍。あいつか、やつ。ほう。あれだろ、前回のケツでなんか食べよったやつだろ。
ここにおったのって。消えたやん。刺繍ってなんだ、何の匂いだ。ヒリングだった。お前歩きかい、そんな大荷物で。できる方がおかしいだろ。なんでできるんだ。ね。ねえ。ミランジョのことなのか、ボッジのことなのか、誰だろう。帰ってきてるよ。が一緒じゃん。ここにあるなんか四つ葉のクローバーみたいなやつ。これ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 。ミランジョが年取ってんじゃん。でも顔あるやん。なんかやばいぞ。ああ、やっぱさっきのあれか。やっぱね、手はあるな。義手か。なに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 。いっぱい掘りをしろ。そういうことだったの。おい、やべえが。どがんすってん。えい。どうしたどうした。
ほう。自分のすべてを愛しなさい。ちゃいい人。急いで帰るぞ。やべえぞ。強い顔になったな。え、ミランジョたちが出したっていうことか。え、で合ってるよね。なんか気ばしいかもしれない。そうじゃん。そのままや。曲聞く。族。王権。超強そう。母ちゃんは逃げてるよ、大丈夫だよ、逃げてる。逃げてる、今。え？逃げてる？逃げてる？急いでるんだけど、こいつら王国を乗っ取ろうとしてるんだよな。なんか出てない？なんで？やばい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 や
おい。うーわー。やばない？これ、情報がぐちゃぐちゃすぎるんだけど、やべえっていうことは分かんない。帰ってきちゃったよ。帰ってきちゃった、ヒリングたち。帰ってきちゃったけど、でも、あれ。なんであの冥府の罪人たちが、だってあれ出したのってミランジョでしょ。で、なんでミランジョがダイダっていうかボスに対してこうすんの、それが意味が分かんない。なんか言ってたっけな。でもなんかボスは割となんか落ち着いた感じで考えてんな。でダイダの方は幼少期ミランジョと一緒にいるな。で、
冥府騎士団は、わかんなくなる。王国に向かって、ボッジと影を連れて行ってる。で、表向きは助けようって言ってるけど、実際は冥府側が国を乗っ取ろうとしてる。やばない？とんでも展開じゃん。次回がね、12話でワンクール目の最後になるのが、年明けになるのかな？ 31にあんのかな？まあそれもわかんないけど、まああったら見るよ。31でしょ？ 31。あったら見るけど、まあ多分ないんじゃない？特番とかで。あったら見ます。いやー、それでもだろ。ちょっと今回の第11話いろいろありすぎたな。だけどね、やっぱね、デスパーがめちゃくちゃいいね。それはマジで思う。デスパーが良すぎる。自分の全てを信じなさいだ。あの一言に込められてる勇気。みんなも大事にしていこうな。はい、ということでね、もしこの動画が良かったら高評価、グッドボタン、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてツイッターもやっておりますのでフォローお待ちしております。概要欄の方にもいろいろあるんでチェックをしてください。はい、ということで、王様ランキング第11話、兄と弟でした。ありがとうございました。ならね。